はい、お昼12時を回りました、レップランチタイムブレイクス。本日も DJ 柳竹がお届けします。皆さん、ここから1時間。そしてね、後半の1時間は DJ 健保さんのミックスです。よろしくお願いします。今日も、天気はね、雨は降らなそうですけども、やや曇り空。そして昨日の夜は寒かったですね。はい、なんか最近毎日毎日ね、寒いとか言ってる気もしますけども、皆さん風邪などひかぬように、お過ごししていらっしゃいますでしょうか。というわけでですね、本日も、渋谷道玄坂商店街振興組合の皆さんの、ご協力によりまして、この放送、渋谷道玄坂一帯で流れております。今からね、ランチに行くよっていう方も、ぜひですね、この放送 に耳を傾けていただいたり、WREP、レップのね、検索すると Android や iPhone のアプリでも無料で聞けますので、そちら聞きながらランチなど、楽しんでいただければと思います。さらに、Twitter ハッシュタグ、シャープレップ、WREP、シャープレップの方をですね、Twitter ハッシュタグ見ていただくとですね、さらに放送が楽しめるよという番組になっておりますので、ぜひよろしくお願いします。で、まずですね、昨日から今日にかけてちょっと僕はなかなか、大変なことがありまして、ここ数年で一番大変な一晩を明かしたんですよね。まあ、あんまりこう詳細は言いませんけど、まずね、財布をなくしたんですよ。財布をなくしてしまって、まあ、出てこないんですけど、昨日の、そうですね、夜12時半ぐらいですかね、結構、もろもろいろいろやっていて、渋谷のセンター街ら辺で、紺色の二つ折りの財布を拾った方いたら、柳竹までお願いしたんですけど、そこに全てが入っていて、そこからね、まあカード止めたりいろいろやんなきゃいけないんでやったんですけど、あと鍵がですね、家の鍵とかもあって、ちょっとちょうど今家に誰もいない時だったんで、家にも入れず、とりあえずお金もないんでどうしようと思って、一旦スタジオここ戻ってきて仕事してたんですけど、すっごい寒くて、とりあえずちゃんと泊まろうと思ってですね、でもお金ないしどうしようみたいになって、ペイペイですね、ペイペイで泊まれるところを探して、泊まって朝、まあ不動産屋さんに行って鍵を借りて帰るというですね、なんで一回朝帰って、今ここに来るというですね感じなんです。もうすでにヘトヘトなんですけどもね、はい、まあなんですけど、まあちょっとだいぶ気持ちも落ち着いてきたんで、まあもうあとはもうしょうがない、楽したのは自分のせいなんで、そこからね、まあリカバリーしていかなきゃなという思うんですけども、はい、皆さんも財布落とさないようにね、気をつけましょう。はい、いやー参った。そう、あとね、自転車もパンクしちゃってね、なかなか大変でしたね、この一夜でね。さあ、気をつけていきましょうという感じなんですけども、本日はスクールオブヒップホップということでですね、1時間、前半1時間はですね、何かテーマを決めてヒップホップの話をしていこうということなんですけども、今日のテーマは、DJ がプロデュースした楽曲特集、ということにしました。こちらね、まあ理由もあるんですけどもね、ちょっと、理由を言う前にちょっと天候行こうかな。はい。本日もツイッターハッシュタグ、シャープレップの方で皆さんツイートたくさんありがとうございます。はい、シェンロン AK リュウさん、今日もよろしくお願いします。ミサさん、快晴の大阪、大阪いいですね、晴れてるんですね、よろしくお願いします。カオリンさん、鳥取も晴れ、寒いです。とうとう石油ストーブ、おー、そうか。ね、こういうのもね、なかなか風情があっていいですね、石油ストーブ。でもね、火事と気をつけてくださいね。はい、ともひこさん、今日は木曜講座よろしくです。はい、頑張ります。はい、ニコさん、関西限定のラーメン。へー、美味しそう。なんだろう、これ。こだわりの醤油味。美味しそうです。はい、レイコジョーさん、おみかさん、くまこさん、ウェイヨー。はい、うなおうさん。はい、今日もかっけえ曲お願いします。今日もかっけえ曲かけます。はい、こちみさん。タク0824さん、エンザサナダマルさん、チチカカさん、ほんと寒いですね。はい、チョッキくん、メイクドナドゥさん、はい、リサさん。はい、これっぽっちも寒くないですが、沖縄も曇り空です。沖縄にいらっしゃるんだ。そうか、沖縄はあったかそうだよな、まだな。はい、ミーさん、チャビンさん、リョウヘイさん、ハジエケ、タチカの稲妻さん、ミッドビーボルさん、クマコさん、そうそう、エイちゃんさん、みんなそうなんですよ。
もうね、大変でした、本当に。もう全部入ってたからね。さあ、まあ、気を取り直していきましょう。はい、スクローブヒップホップ、ここから1時間、テーマを決めていきたいと思うんですが、今日は DJ がプロデュースしたヒップホップ曲ということなんですけども、まず、1曲目にかけるのがそうなんですが、DJ スピンバットさん、という方がいらっしゃいまして、まあ、めちゃくちゃ、こう、スクラッチとかもうまいし、一番最初に彼がですね、話題になったのが、80s メガミックス。うん。っていうミックステープだと思うんですけど、80年代のポップス、まあ、まあね、うちの局長なんかよくかけたりしてますけど、まあ、わかりやすく言うと、そうなんでしょうかね、まあ、マドンナとか、の出てきた時の感じとか、まあ、ああいうのとかを、超絶スクラッチでガンガンミックスしていくっていうのが、まあ、本当に素晴らしい出来で、ヒップホップ DJ がやるとこんな面白いミックスができるんだなっていうのを聞かせてくれた、DJ で、まあ、一躍、世界的に人気になりましてですね。で、その後日本もすごいよく来てまして、僕もですね、アパレルブランドマジックスティックさんが主催で、スピンバットを呼んだイベントが、代官山のエアだったかな？で、あった時に、まあ、僕も出演させてもらったりとかしたこともあったし、レコード屋さんで働いてた時に、まあ、彼が作ったね、まあ、レコードを、まあ、もう、すごい日本でめちゃくちゃ人気あるから、在庫あるだけ買うよなんつって、確かハーレムで話しかけて、直接本人から買い付けなんかした記憶もありますけど、そう、それぐらいですね。まあ、日本、あと、本当に昨日インスタグラムとか見てると、まあ、ツイッターもありましたけど、みんな日本の DJ もすごい尊敬してる DJ の方で、かなり多くの方がスピンバットについてね、触れてましたね。うん。なんで本当にまあ、最近やっぱちょっとね、こう、訃報が多いので、まあ、悲しいニュース多いんですけども、まあ、やっぱりですね、うん、ちょっと今日はここから行かなきゃなというところでですね、まあ、昨日財布をなくした中、このスタジオで夜中にこの選曲を考えていたんですが、はい。まあ、一曲、目は DJ スピンバット、にね、ちょっと向けてこちらの曲かけたいと思います。KRS-1、のヒップホップ VS ラップっていう曲がありまして、その曲、いろんなヒップホップの有名なフレーズが出てくるんですよね。そういう、まあ、のがあるんですけど、その有名なヒップホップのフレーズに合わせて、そのトラックもオリジナルのトラックを乗せちゃおうっていうのをスピンバット失礼スピンバットさんがやったバージョンっていうのがありまして、これはもう当時も本当に、クラブ界隈もろもろ DJ の方々お世話になったんじゃないでしょうか。ということで1曲目いってみたいと思います。DJ スピンバットを弾ける、コールドカッツ DJ って書いてある曲スピンバットなんだな。スピンバット名義でいきます。ヒップホップ VS ラップメガミックス。はい、聞いていただきましたのは、スピンバット、DJ スピンバットによります、ヒップホップ VS ラップメガミックス、聞いていただきました。まだですね、まあ、亡くなった原因とかは発表されていないという感じなんですが、なんと46歳の、若さで、亡くなってしまったということで、本当にご冥福をお祈りします。これからもね、スピンバットのこの曲とかね、かけていくし、ミックステープとかもね、本当にまだまだ聞きますよという感じです。はい、そんなスピンバットリスペクトということでですね、今日は、DJ がプロデュースした、楽曲特集ということでいきたいと思います。なるべくですね、その例えば DJ プレミアが、作ってるけどギャングスターとかね、そういう名義じゃなくて DJ 名義の、曲を今日は選んでみました。でですね、次に行きたいのがですね、ザ・エクスキューショナーズ。こちら、もうなんて言うんですかね、東海岸をする。アメリカの東海岸を、代表する、まあ、スクラッチバトル DJ 集団。はい。まあ、X メンっていうね、まあ、名義で、最初やってたんですけど、まあ、多分アニメじゃない、アメコミのね、方と、いろいろあれだったと思うんで、ザ・エクスキューショナーズ、途中から名前変わるんですけども、まあ、メンバーには、ロックレイダー、ロブスイフト、ミスターシニスター。まあ、シニスターはあれですよね。コモンのね、レザレクションのスクラッチとかで有名な人ですね。はい。あと、トータルエクリプスとかが、所属していてですね。ロックレイダーもね、僕、ちょっと知り合いで、知り合いというか、ニューヨークでレコードの買い付けてた時に、シニスターの家とかも行ったことあるんですよね。うん、で、彼もまあちょっと亡くなってしまったんですけども、なんかね、
まあ、そんな思いも馳せつつ、まあ、昼からあんまり重くなってもしょうがないですけど、まあ、でもかっこいい曲残ってるんで、こちら聴いてください。The Executioners で Let It Burn Featuring M.O.P.はい、ただいま聴いていただいておりますのは DJ がプロデュースした楽曲特集ということで The Executioners Let It Burn Featuring M.O.P. でございました。まあ、スーパースゴ腕 DJ たちがね集ってるんで、やっぱスクラッチがねこういっぱい入ってきたり、してるのがかなり印象的な、曲なんじゃないでしょうか。ツイッターも皆さんたくさんいただいております。マーシーさん2枚使いしたくなりますよねとかね。そう、熊子さんスピンバッド、そう2ヶ月前にねお母さん亡くしたばかりだったということで、ね続けてますね。そう、あとね、MC はさん、初歩的な質問なんですが、DJ 名義の曲って DJ がリーダーシップで作る曲と DJ 名義になるんですか？プロデュースとはまた違うんですよね。もうなんかその辺の定義が広くなりすぎちゃって、まあぶっちゃけどっちでもいいかなって感じします。アイデアを出すだけでもプロデュースでいいと思うし、うん、やっぱその人の意見がなければその曲もできなかったわけだし、まあ DJ が実際に本当に自分でプログラミングして曲作るのももちろんプロデュースだし、まあ何でもありな時代になってきたんだね。はい、その辺はどっちでもいいような気がします。さあ次行ってみたいと思います。DJ スクリブルーという人がいましてですね、こう当時やっぱりねラジオの DJ 名義でなんていうかな、いわゆるストリートではミックステープとかそういうものが出回ってたんですけど、ちゃんとして作品として出ることがね、はい、結構ありました。でこの人最初で作品が出た時誰やねんって感じだったんですけど、実はホット97の、DJ も、まあ、2年ぐらいですかねやってらっしゃったりとかして、ニューヨークのそのホット97ってヒップホップの専門局、まあねレップもジブラ局長がそういうことやりたいみたいなことで始まってるんですけども、やっぱり90年代とか特にやっぱりそこで DJ やるっていうのはもう本当にすごいスーパーステータスというか DJ が一番目指すような場所であって、今ね日本人でも DJ リード君がずっとやってて本当にすごいですけども、やっぱそうなるとこういうね自分名義の作品も、メジャーから出せたりするのかなみたいな流れがいくつかあったんですが、DJ スクリブルさん、はい、がリリースした作品から一曲いきたいと思うんですけども、彼今あれなんですね、ラスベガスのカジノで DJ したりとかしてる、またかなりセレブ DJ 化してるということなんですけども、当時この曲ですね出てなかなかびっくりしたんですが、ニューヨークということもあってかですね、ネタがハウスなんですね。ラブイズザメッセージっていうめちゃくちゃ有名なハウスクラシックネタでございまして、そちらまんま使いということで、各方面で話題になった曲でございます。行ってみたいと思います。DJ スクリブル、エブリバディカモンフィーチャリング、バスタライムス、ランページ、スプリフスター、コンシーケンス&エドラバー。 I know you gonna dig this. Hey yo.はい、ただいま聞いていただいておりますのは DJ スクリブル、エブリバディカモンフィーチャリング、バスタライムス、ランページ、スプリフスターコンシークエンス&エドラバーでございました。バスタライムスとランページとスプリフスターはですね、まあ、当時、フリップモードスクワットっていうね、まあ、クルーを組んでいて、そのメンバーが参加したりしております。やっぱね、あとこの当時のやっぱりホット97とかラジオ DJ やってると、やっぱね結構参加メンバーとかもすごいんですよね。なんかねローリンヒルとかも、参加していた、曲があったりとかもして、当時結構出た時びっくりしたなっていう記憶があります。なかなかねこうハウスネタも面白いかなという感じなんですけども、明るい気分になってきましたやっとということで、今日はですね DJ が、プロデュースした楽曲特集ということで、DJ も例えばいわゆるクラブでやる DJ もあると思うんですけど、まあラジオで喋る人もねラジオ DJ なんて言いますよね。まああとテレビはホストとか言ったりしますけども、次はですね、まあそんな活躍をしてた人、まあ DJ もやってたんですけど、ドクタードレ&エドラバー。ドクタードレといってもですね、みんなが知ってるNWA を経たドクタードレさんではございません。もともとデフジャムのオリジナルコンセプトっていうですね、まあ、ヒップホップバンドというかグループの DJ やってた方、そしてエドラバーさんはまあもう多方面に活躍したなんていう方ですかね、あれですけど、この二人で、一番有名なのは MTV でね初のヒップホップ専門番組 Yo! MTV ラップスの司会をやってた二人ですね。はい、あとですねニューヨークのパワー105っていう FM で、モーニングショー朝の番組も結構長いことやってたんじゃないでしょうか。その二人がですねやっぱり、なかなか日本だとこういうキャラクターって出てこないですけど、
まあ、なんかヒップホップの喋る面白おじさんたちという感じなんですが、この二人がですね、二人名義でアルバムを出したこともあって、こちら行ってみたいと思います。あの有名な大ネタ使いでございます。ドクター・ドレ&エド・ラバー、バックアップ・オフ・ミー。ただいま聞いていただいておりますのは、ドクター・ドレ&エド・ラバーによりますバックアップ・オフ・ミー聞いていただきました、ビズ・マーキーのね、レッド・ミー・ターン・ユー・オンという曲でもおなじみ、マクファーデン&ホワイト・ヘッドの Ain't No Stopping Us Now、というね、曲をそのまま使って、しかもテンション高くですね、有名なヒップホップ曲の、フレーズをずっと歌っていくというですね、かなり能天気なアッパーな曲ですけども、こういう曲聞くとね、元気が出てまいりますということで、よかった、後半戦突入の前にこちら。一部後半戦行ってみたいと思います。DJ といえばやっぱりこの人、ファンクマスターフレックスで、ナッシンバッドフレイバー、フィーチャリング、チャリブラウン、ビズマーキー、オールダーティーバスタード。はい、ただいま聞いていただいておりますのは、ファンクマスターフレックス名義のナッシンバッドフレイバー、フィーチャリング、チャーリーブラウン。オルダーティーバスタード、ビズマーキーでございました。今のね、イエスセッション、トゥーダビーチョーというとかね、ハックがサンプリングしてたの思い出したな、というわけでございますけども、そうですね、メイクドナドゥさん、そう、ナーバスレックレーベルから、そうそう出てましたね。懐かしい。さあ、というわけで、ファンクマスターフレックスはね、もう、皆さんご存知かと思いますけども、本当にニューヨークの、ラジオ DJ のキングだと、思いますね。未だに、やられてると思いますけども。もうなんかスタジオも来ないでずっと自宅からやってんだよね、確かね。ああ、もうそれぐらい大御所さんでございます。でもね、忙しすぎて日本に来れないなんていう時期あったんですけど、一度僕昔芝浦にゴールドっていうクラブがあったんですけど、そこにですね、見に行ったことありますね、ファンクマスターフレックス。懐かしい。さあ、というわけで、次はですね、西海岸の有名な DJ も紹介したいなということで、DJ フェリーフェル、ちょっと時代がだいぶ新しくなってきましたけども、彼はですね、ロサンゼルスの、パワー106でですね、毎晩5時間のミックスショーをやってて、毎日200万人が聴いてたっていうことらしいんですけど、すごいですね、はい。で、まあ、このぐらいの時代に突入すると結構なんていうかな、そのスタジアム感っていうか、めちゃくちゃその、ヒップホップが大衆化されていて、なんかめちゃくちゃ大人数の前でも受けるようなヒップホップの曲を作るみたいなのが流行ってましたけども、まさにそんな楽曲行ってみたいと思います。DJ フェリーフェルで、Reason to Hate featuring Neo Tiger & Wiz Khalifa。はい、ただいま聞いていただきましたのは DJ フェリーフェル、ロサンゼルスのですね、パワー106の有名 DJ でございます。 Reason to Hate featuring Neo Tiger & Wiz Khalifa でございました。さあ、なんとなくこう時代の移り変わりを感じつつですね、次行ってみたいと思うんですけど、やっぱりこの人の登場がまたですね、いろんな論争を呼ぶことになると思うんですけど、さっきの MCY さんの意見とかもそうだと思うんですが、 DJ キャレド行ってみたいと思います。まあ、DJ キャレーって言ってるだけじゃねえかっていう感じも、する人もいると思うんですけど、多分とか、まあ、もちろん自分で曲も作ってないとは思うんですけど、でも DJ は本当にやってたんですよね。最近でこそあまりやってないと思うんですけど、まあ、でもなんて言うんだろうな、アイデアを出したり、彼の名のもとに、人が集まったり、それを呼べる人脈があるっていうだけでも、プロデュース能力がある。まあ、プロデューサーってのは本当は、お金持ってくる人だったりもするんで、意味合い的には。テレビ番組のプロデューサーとかさ。なんで、その自分のプロジェクトをやるっていう意味では、プロデューサーという、言い方も間違いないんじゃないかなというふうに思いますよ。というわけで、DJ キャルドですね、僕まあ、いろんな派手な曲あるんですけど、この曲がすごい好きなのと、テーマもやっぱ最初、びっくりした、ノーニューフレンズっていうね、曲がありまして、ノーニューフレンズってなんやねんっていう話なんですけど、まあ、仲間たちでね、こう売れて、こう、新しい、こう、自分たちが売れると、全然知らねえ奴らも寄ってきて、結構、なんていうの、そんな奴ら信用できねえ、昔から一緒に勝ち上がってきた奴らこそ、仲間で、新しい友達なんかいらねえんだと、俺らでこうね、下積みから勝ち上がってきたんだ、みたいな、曲でございます。確かにね、その自分の周りの、固める人とか、しょっちゅう変わる人とか、あんま信用できないですね、アーティストとかでもね、そういう人いるかと思いますけども、そんなのは、ノーニューフレンズということで、行ってみたいと思います。DJ キャレド、ノーニューフレンズ、フィーチャリング、ドレイク、リック・ロス、リル・ウェイン。Another one. Another one. Yeah. All them niggas that you dating.
さあ、聞いていただいておりますのは、DJ キャレドニョーニューフレンズフィーチャリングドレイク、リック・ロス、リル・ウェインでございました。やっちゃんさんいいな。なんと PS5 ゲットしてる。すげえ、発売日にゲットしてる人初めて見た。はい。で、まあ、いろいろこう、プロデュース論争みたいなのありますけども、本当にもう2020年にしてもうどうでもいいというか、その人がいなければ生まれなかった曲ってのはたくさんあるわけで、自分で曲作ってようが、アイデア出すだけだろうが、担がれてるだけだろうが、別に、ね、その曲が、いい曲ができれば別にいいと思います。はい。そういうなんか時代の移り変わりとかなんか、こうじゃなきゃいけないみたいなね、なんかちょっと考え方がもう多分時代の言い方に追いついてきてないだけですね。なんでどんどん新しい、やり方を生み出しているのがヒップホップ、そっちの方が考え方としては面白いんじゃないでしょうか。はい、ノーニューフレンズということでですね、やっぱりね、こう一緒に勝ち上がってきた仲間を大事にするというのが非常に大事だなという曲でございました。さあ、続きましてはですね、まあ、ヒップホップのみならず大活躍中ということですけども、現在も超人気 DJ、A トラック。はい。彼、まあ、自分のね、レーベルもあって、自分名義の曲も出してる。まあ、カニエ・ウェストの DJ とかやってる時もありましたからね、ありますけども、彼名義の、曲を言ってみたいと思うんですけども、結構、なんていうんですかね、やっぱヒップホップ的にも突っ込んだことをやってくれるんですごく面白いですが、客演に JUICY J となったダニー・ブラウン。まあ、ダニー・ブラウン自分のレーベルにね、いますけども、を迎えたですね、道玄坂に流れる、この曲が流れるのかと思うとなかなかでございますけども、行ってみたいと思います。A トラック、ピステストフィーチャーリング JUICY J&、ダニー・ブラウン。ただいま聞いていただいておりますのは A トラックでピステストフィーチャーリングジューシー J& ダニーブラウン聞いていただきました。はい。そう、ね、まあ、マーシーさんも言ってくれてますけども、はじめが、DJ はじめがエグゼクティブプロデューサーやってトラックやってるのが DJ 渡来。そう、はじめも言ってたけど、自分にはアイデアがあって、それを形にする人を自分よりうまくできる人が知ってる。でも自分が仕事を落としてそれをやるときに、その人に、自分よりよくできるんだからその人に頼む。それは当たり前の話で。で、アメリカのヒップホップとかもどんどんセッションで作ることになってるから、例えばみんなでスタジオでもう、例えばもう本当にもう5人も10人も一緒にスタジオに入って、ドンで作って、でもそのメンバーを集めた人はプロデューサーだと思うし。で、例えばこの人、そのミュージシャンの人がそのドラムは、これはこういう風にいいんじゃないってアイデアも出して、ピアノはこういう方がいいんじゃないとか、こういうメロディーがいいんじゃないとか、いろんな人の意見が、集まってできているのが今なんで。なんで、例えばビヨンセのアルバムとか、見たらですね、一曲を何人で作ってんだっていう風になると思うんで、それ誰がプロデューサーなんだっていうか、もはや結構そういう時代に突入してますので、なかなか一概に測れないんですが、今日僕が、紹介してるのは DJ が主導になって作ってる曲という意味でございます。でね、やっぱどうしてもね、やっぱ DJ が、作る曲、やっぱどうしてもね、クラブとかで、こうね、盛り上がる、こと前提に作ってる曲が多いような気がしてね。やっぱり DJ 名義の曲ってなんか使いやすいの多いなっていうふうに思います。次の曲もそんな感じでございます。特にこの人はですね、いろんなジャンルを横断して、各ジャンルでヒットを飛ばしまくってる本当に天才プロデューサーですので、ヒップホップの曲も最高にかっこいいということで、行ってみたいと思います。映画デッドプール2のサウンドトラックに収録されておりました。ディプロフレンチモンタナ&リルパンプで Welcome to the Party。はい、聞いていただきましたのはディプロフレンチモンタナ、&リルパンプウェルカムトゥーザパーリーフィーチャリングザビアワードでございました。結構ね、最近でこそあれですけど、出た時はかけまくったなーっていう感じでございます。はい。さあ、今日は DJ が、プロデュースしてる曲ということで、最新曲も言ってみたいと思います。DJ チョーズという人がいまして、この人の曲が今すごい流行っていて、レップのプレイリストにも入ってるんですけど、この人は、テキサス出身、まあ、南部ですね。はい。で、結構実は、昔から活躍、している方みたいで、僕もあんまり詳しく知らなかったんですけど、水車ハウスのね、ブルックギャングというですね、グループのメンバー、でもあったみたいで、ミックステープなど中心に、活躍していたそうです。で、ツーライブクルーのね、ルークとかとも一緒に仕事したこともあったそうなんですけども、ケビン・ゲイツとか、PNB ロック、エイブ・ギブ・ト・ザ・フーディーとか、コダック・ブラックとかとも一緒に、やったりとかしていたんですが、まあ、そんな彼が、最新曲、シックという曲をですね、これはもうモロ TikTok ヒットを狙ってきたんだろうなという感じですけども、まあ、狙った通りヒットしました。で、ヒットすると、
大物がついてくるということで、リミックスバージョン行ってみたいと思います。 DJ チョーズ&ミーガンジースタリオンで Sick Remix。 Ain't that DJ Charles over there?はい、ただいま聞いていただいておりますのは DJ チョーズ、ミーガンジースタリオンが参加したシックリミックス聞いていただきました、それではちょっと駆け足最後ね、やはりちょっと RIP の意味を込めまして、もう一曲スピンバット名義の曲をかけたいと思うんですけど、なんと日本の、クラブハーレムの、コンピレーションに彼の名義の曲が入ってたんでね、行ってみたいと思います、DJ スピンバットで I'm スピンバットビーッ。はい、聞いていただいておりますのはですね、RIP DJ スピンバットということで、渋谷のね、ハーレム、クラブハーレムが出したコンピレーションに入ってたスピンバット名義の曲を聴きながら、本日の DJ がプロデュースした曲特集いかがだったでしょうか。ですね、海外のDJ のばっかりやってたんで、ちょっとね、テーマ的には面白かったと思いますので、ちょっと日本人の DJ がプロデュースした特集というのも、今日の夜9時から、渡辺志保の DJ's プレイリストの方でやりたいと思います。日本人のね、DJ がプロデュースした、曲もすごいたくさんいいのありますんで、そちらを夜9時から、まとめて、放送しますよということで、今日も、また夜も聞いてみてください。はい。で、というわけで、本日の特集終わりなんですけども、このまま番組紹介いってみたいと思います。この後1時からは DJ 健坊さんのミックスでございます。だいたいね、この、特集の、を引き継いで DJ していただくんですけども、今日はちょっとみんな録音必須の保存版かもしれない。みんな1時からの DJ 健坊さんのミックス楽しみにしててください。そして2時からは、レップのプレイリストかかります。そして夕方6時から、レップ6生放送戻ってまいります。今日は KWB DJ KWB のレップ6です。彼のね、口からもスピンバットのこといっぱい語られるんじゃないでしょうか。そして8時からは、イーライワン、フランクローガン、ビリーローランの、アンチェインドラジオショー生放送でございます。そして今も言いましたけども、9時からは渡辺志保の DJ でプレイリスト、今日は DJ やらたけ私が登場しまして、 DJ がプロデュースした、楽曲の、日本人編、っていうのを9時からやりますんで、夜も聞いてください。そして10時からは、K ザブローくんと、DJ GO の、ナイトクルーズ、今日もウエスサイからサウスサイドまでのね、マニアックな曲聴けますんで、お楽しみにということで、そして、11時から、深夜2時まではですね、渋谷 DJ バンドラウンジレピュレ生中継、ライブフロムザラウンジ今日もやりますということで。はい。で、明日いよいよこの時間ですね、再び金曜日、ミュージックバトルチャンピオンシップザセカンド、やります。明日は2回戦第3試合かな。はい。ケンザ390対インフミヤ組合組合長サテューシーによります、青春ソングバトルということで、どんな、バトルになるんでしょうか。まだ選曲出揃ってませんが、締め切りは今日の夕方、二人からのね、選曲楽しみに待っています。ということで、健坊さんの前に、こちらをお聞きください。